よっしゃ、行くでー。今日はこれからの信頼度考えてオダッチで行こうかな。ザ、器用貧乏みたいな能力してんな。南志野はいつまで絶不調なんだよ。甲子園準決勝。相手は秋田の闇ね、八峰かな、読めないぞ。第2試合の模様をお届けいたします。一塁側埼玉代表名門千早、三塁側秋田代表名門八方。すいません、実況が聞き取りにくいです。打撃力と守備、そして意外性に優れてるとか、準々決勝で当たったとこよりヤバい香りが。でも、投手力のいいところを打ち崩してきたんだ。負けるわけないな。まずは流してけ。まあ、厳しいところを打って守備見たかったけど問題ないな。はあ、誰が2点も取ったし。なんだよ、A ランクなんてへでもないやんけ。こんのまま優勝だな。しかもこのまま投げ切りそうだな。千早リードでも。守備にいいチームでしたよね。ファーストは新井さんか何かで。しっかり守備も回ってくるのか。まあいいや、頑張ろ。はい、打てない4番が取ってチェンジ。岡島ツーアウト2塁のピンチでしたが、ここはゼロに抑えました。7回の表が終わって2対1です。その後夏の荷物船木が綺麗なピッチャー返し。魔物発動していいの。ショートにトラウマを与え、さらに追加点。続く南篠二代打。作戦通りのセンター返しで、さらに追加。こんなにいいチームでも魔物には勝てないね。まあ、チート能力やし。ここで、投手交代ついでに代打を出し。消去法で鎌本で。持ち前の熱血が力を発揮することになるのか。見事なヒットで活躍。今日4タコの小田も頑張り追加点を決める。ショートのやつは何やってんの？怠慢守備でしょ。罰金罰金ガムや。さあ、ファイトを前面に押し出したバッティングをしてほしい。打ちました。引っ掛けた。内野ゴロ。グラブ弾いた。一塁へ送る。あっとこぼした。エラー、エラー&エラー。前面に押し出したバッティングをして初球から打ってった。スタンドに入りました。ファール。来ました。高崎取った。アウトとしている。ねえ、もう帰りたいんだけど。さあ、究極の思考が解き放たれることになるか。
甲子園試合の辛いとこって、コールドがないことなんだよな。はぁ、まだ終わらんの？本気出してよ。あ、やっと終わった。ファーストはしっかり仕事してんね。プロ行けよもう。ここ、適当に笑顔出したけど来年のこと考えて2年生出せばよかったね。まあ、誰が投げても、こんな風に遊ぶんだろうけど。ランナー一人出して二奪三振。ランナーでさせて、希望を見せて。そして最後も三振。江川くんは本当にエンターテイナーだね。希望を砕いて絶望させて、相手にトラウマを残していくスタイル。これがリリーフエース江川の最高の仕事だ。どうでもいい話なんですが、小田くんが対左打者陣になりました。しょうがないね。もともと、プロに行った連中に直してもらったものだし。また誰かに直してもらえばいいやって思ってます。過ぎたことをとやかくは言わないし、俺は早くマイホームに帰っていつもの枕で寝たいよ。ただ2校に許された最後の、そして最高の甲子園決勝は宮城の栗原。あっちのマネとこっちのメガネ交換してくれないかな。一塁側宮城代表強豪栗原、三塁側埼玉代表。はあ、ここに来て総合ビートかかすやんけ。相手の投手バットばっかのポンコツやぞ。リアルはいい投手なのになサイヤング賞2位とか日本人じゃないんじゃないかって思うくらいだわ。防御率すごいな。岡島と足して半分こにしようよダルちゃん。はあ、化け物や、リアルで対戦ししたい選手いないわな。まあでも、そこそこ。上林くんはなんで今年うちに入部しなかったの？同じ県に名門校あるのに。あれか、重の理論か。俺より強い奴を倒しに行くってスタイルか。いいなそれ、全力で潰すわ。試合はそれなりに均衡してるな。まあいいや。吉原くんはいい子やね。同期の岡島をしっかり援護する。これは、岡島次第だな。岡島なら調子関係なくいい投球するし、なんとかなるやろ。一年組なら本来こうなるけど、でも、うちの打撃陣は無敵だぜ。ダルちゃん、痛恨のエラー。次はピンチがやってくる。なんだかんだで4対1、問題ない勝てる勝てる。って垣間思ったけど岡島は大谷みたいな捨てしてんな。嫌なんだが。これでワンアウト、ランナーは二塁変わりません。
はい、岡島くんはピンチに強いですよっと。ここからは圧勝なので岡島くんのいいところを見せていこう。変速急げ。まあ、すぐ代打なんだけどね。鎌本くんファイト。ショートゴロゲッツー。これは教育やろな。少し早いけど、ここでリリーフエース。エンターテイナーは最後までエンターテイナーだな。おい、エンターテイナー。はい、さようなら。さて、なんでこんなに動画ファイルの録画時間が長いんだろうか。ここでダイソーカジサックを出すじゃろ。申告盗塁だけど。さすがカジくん、このままいけや。セーフティはきついか。今日いいところのないキャプテン古山くん、甲子園に来て打率が多少下がってるな。弾いてもセーフだな。当たりが良すぎる。はい、置き物が当てるだけのバッティングでチェンジ。9回の裏。来ました。これは内野ゴロ。金平そのままベースを踏んでアウト。一球一振りに甲子園球場が酔いしれています。千早、全国の頂点まであと一人。ライトへ行った、ヒット。おっと、ここでエンターテイナーが本領発揮か。一塁タッチセーフ。牽制多いな、イライラしてきた。最後はあっさりでしたね。さあ、帰ろうか。甲子園で喜ぶとか、子供は気楽でいいな。こっちは天才型出るまで、エンドレス監督なのに。いつ聞いてもいい効果だな。もう国家にしてもいいんじゃないですかね。さて新キャプテンは、江川以外はスカウト評価後に行ってないのか。面白そうだし板橋に押し付けよっと。チーム方針はずっと変わらず機動力でいいや。さて、今年の我らが日本代表はっと。古山、岡島は打倒。武田、そんなやつ甲子園に出場してなかったと思うんだが、ちなみに、岡島と古山は総合能力を評価されて、武田は球速を評価されてました。インチキナックルが決め手ではないのか。
今回ラストはみんなの代表戦での活躍を見ていこう。古山は4番で、豪快なホームラン。岡島は大会最高防御率。いやぁ、2人を派遣してよかったね。でも、なんで4位に。まあ、うちのバッテリーが良くても、他の投手が悪いなら意味ないし、いい加減にしろやバンデンハークめ。それでは今回はここまで、次は秋大会、新オーダーをお楽しみに。